こんにちは、ヘア神戸店のスタイリストとヘアリストをやっています津村です。今日はご自宅でもサロンケアと同じような仕上がりができる裏技を教えたいと思います。タイムからしっかり削りからしていきます。次のポイントは、大体約3分間から5分ほどはしっかりと、頭皮に髪の毛に全体にしっかりお湯が行き渡るようにしていってください。そうすれば泡立ちも少量のシャンプー剤にできますので。泡立てのポイントはしっかりとシャンプーの泡を地肌と髪の毛を空気を含ませるように、イメージは猫の手をイメージしながらしっかりと泡立ててあげるとモコモコの泡が作れますので、その結果、頭皮と髪の毛を傷ませずにシャンプーすることができます。はい、今から使いますのがこちらオッチオットのヘアマスクと洗い流さないトリートメント CMC エマルジョンをミックスして使っていきます。はい、こちらが CMC エマルジョンとこちらヘアマスクになります。どちらもワンプッシュ、今回はショートの方なのでワンプッシュずつします。これを混ぜます。本来 CMC エマルジョンは乾かす前につけると効果もあるんですけれども、今回のモデルさんの場合はちょっとこう乾燥も広がりやすいので、トリートメントと一緒に混ぜることで、ちょっとより保湿力を、ヘアマスクの保湿力をより高めるということで今回使いました。はい、お願いします。はい、ではトリートメントを全体つき終わりましたら、ほんの少しでいいのでお湯をちょっとだけかけます。この状態で体全体を手で溶かしてあげながらなじませていきます。コームがあるようでしたら、こちらでさらに上から下に溶かしてあげるとより綺麗になります。乾かす前にこちらのオッチオットのオイルをつけて乾かしていきます。適量はだいたい今の長さに対して2プッシュ、これをしっかりなじませて毛先からしっかりと逃げるようにつけます。あとは傷みやすい表面の部分は撫でるようにつけます。粗めのコームでしっかりと乾かします。このモデルさんの場合はちょっと広がりやすい乾燥毛なので、ドライヤーは上から下に乾かしてあげてボリュームが出にくいようにしていきます。はい、いかがでしたでしょうか。普段されているヘアケアにちょっと一手間加えるだけでもすごい仕上がりは変わりますので、ぜひご自宅でお試ししてみてください。頑張ってください。